ルーラレイラと万事法師ガッキーのうまいことなってるから大丈夫。16です。はい、はい、前回はガッキーさんの大手術のご報告をありがとうございました。あ、そうですね。左利き計画はいかがでしょうか。私の関連はってやつですね。左巻きと酔っ払ってるわけじゃないですからね。間違いですね。まだ麻酔が残ってるのかな。かもしれないですね。左巻きだったんですね。いやーね、よく替え歌でやってましたね。左利き、左巻きとか言ってね。今回も、ね、はい、うん、皆さんどうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、さて16回目ですからね、だんだん数が増えていきます。はい、はい、ということでやっぱり音楽から入ると今日はあれですね、音楽編という感じですね。だからまあ宗教と音楽とかそういう感じで左巻きから左巻きからあるんですけどまああのね、まあ音楽それとまあ宗教っていうのは接点があるっていうことで、あ、これで、ね、あのほら前ブルックリンの編ですね、ニューヨーク、はいはい、帰ってこられた時の帰郷品か、帰郷のブルックリン編でお話を仕掛けたんですけれども、その時にちょっとこう、ね、宗教と音楽とかいつかまた話しましょうとか言ってましたんで、うんうん、これちょっと今回どうかなと思ってます。あの長いこと置いとくと忘れちゃうので。そうですね。はい、あの何でも忘れないうちにやってしまうのがいいのかなっていうので、うん、それでまあ、宗教なんかだったら結構ね、あの儀式とかね、うん、入ってきますんで、うん、リチュアルですね、英語だったら、ね、はい、うん、そのちょうどそういう時に音楽がこう出来上がっていくっていうことが、うん、まあ、よくあったり、ね、そして、うん、まあ、例えばキリスト教だったらこう、ね、賛美歌とか、まあ、ゴスペルとか、うん、そういう感じになるのかなとも思うんですけど、うん、で、あ、そういえばあのレイラさんいつもこう楽器弾かれますよね、タンブール。あれ一応スピリチュアルな楽器だっていうふうに前言われたと思うんですけども、今日はね、あの前はも楽器も、おお、楽器が出てきましたね。登場。はい。ああ、それがタンブルですね。うん、なるほど、なるほど。こんな感じの楽器ですね。まあ、こんなニコニコして楽しそうに弾くっていう感じじゃない楽器なんですけど、まあ、というのもあのおっしゃるように、あのこの楽器自体は、まあ、古楽器の一つでとても何千年もの歴史がある楽器なんですけど、うん、まあ、あんまり深く分かってないのでちょっと私が話すのもおこがましいんですけれども、はい、まあ、タンブールの主に知られてる、まあ、文化としては、うん、スーフィーとか、まあ、私あのスーフィーとか、あとはクルド人たちの中の、うん、アハレハクっていうのかアレハクっていうのか、ちょっとその発音がちょっと定かじゃないんですけど、うん、というあの、まあ、スピリチュアルな集団の人たちが、うん、まあ、祈りのためにか祈りっていうか、まあ、祈りですかね、うん、のために奏でてる楽器っていうことなんですけれども、まあ、スタイル的には2つあって、まあ、1つは、まあ、吟遊詩人的にあの基本的にはソロでこう奏でるっていう音楽と、もう1つはもうみんなで弾いて歌うっていう楽器で、その歌の内容としては、まあ、こう古い精神的な指導者たちの詩で、まあ、そこ詩をこう歌うんですけど、うん、まあ、そこにいくつかのこう音階を使って楽曲をつけて歌っているんですね。まあ、私の理解に過ぎないんですけれども、まあ、スピリチュアルといってもこう仏教もそうだかなと思うんですけれども、うん、誰か一人神様がいて、そこに神様、そのどっか外にいる、そこに祈りを捧げるというより、まあ、哲学と、うん、まあ、それを実生活に生かすためにこうその指導者たちが作ったこう歌を 詩を歌うっていう感じかなってこう私は理解してるんですけど、まあ、例えばあの、うん、あ、
の人は違うかな、まあ、いやちょっと例えばやめときますね、間違った情報を言うとあれなんで、まあ、でそういう歴史がとにかくあるので、はい、まあ、私はこのタンブールでオリジナルの詩と楽曲を奏でているので、うんうん、まあ、もしかしたらそういう古の人たちから嫌われてしまう可能性もありありなんですけど、まあ、でも私はそういう歴史を知らずに、ま、前の回でお話ししましたけど、まあ、そういう歴史、うん、を知ってそれに憧れてっていうよりも、もう直感的に導かれて出会った楽器なの、ね、そう言ってられましたね、楽器も運命的に出会ってしまった楽器なので、はい、まあ、そういう歴史なんかを逆に後でこう学んでいって、すごくそれは私の魂のためになってるんですけど、まあ、そういう意味でこう知らないで出会ったけれども、ね、まあ、そういう私に逆にこう嫌いっていうより逆にこう応援のエールを送ってくださる当地の皆様、知らない人も含めて、あのもう本当にエールを送ってくださる方もいてありがたいなと思っていまして、まあそういうまあスピリチュアルな楽器で、でこうスーフィー音楽的にはこう例えば何分の何だとどんな意味があるとか、このスケールにはどんな波動があるとか、ああでしょうね、やっぱりね、そういうの、そう、朝の音楽、昼の音楽、夜の音楽とか、まあ、こう精神とつながるためのツール、まあ、として、もう本当に道は深く興味深くという感じで、後から付けで、ね、申し訳ないんですけど学んでいるところなんですけども、ど、まあ、例えば仏教も、そういうこう仏教はお経っていうものを使ってたけれども、うん、こう音楽に近い、例えば、はい、ガッキーさんの、仏教大会に誘っていただいた時もいろんな国の仏教の方々がお経を唱えていらっしゃっても、はい、ね、なんか歌みたいな、本当に、ね、あれが面白いですね、歌だろうっていうのがあったり、まあ、日本にある仏教の中でもこう宗派によって、もう、うん、もう私なんか子供の時もかっこいいってこうなっちゃうぐらい、あ、かっこいいくなるんですね、面白いです、子供の時だからね、うん、もうま、音楽的にだからやっぱり響いたっていうことだと思うんですけども、あ、なるほど、ね、はいはい、そうだから、そういうふうにもう、ね、うん、ワオってなっちゃうようなのもたくさんあると思うんですけども、うん、やっぱり仏教的、仏教もやっぱり音楽と、はい、いろいろ関わりますよね。はい、関わってますよね。結構関わるというか、うん、やっぱり、うん、さっきのキリスト教でそういうね、うん、賛美歌とかだったら、うん、まあ、仏教実際、本当さっきのお経自体が、まあ、音楽的なやつが結構ありますね。うん、で、最近私も面白いなと思ったら、いろんな国のお経、やっぱり全然こう違いますよね。うん、このただ、よくに なんていうのかな。似てるのはやっぱりその仏教のそのお経を通してなんかこう一つの違った空間を作り出していく、そういうところはよく似てるんだなとか思ったりもしますので、でだからそのレイラさんが惹かれてる時に、ああこれ仏教のお経とか特にインド系のお経の方が合うんじゃないのかなっていうふうにして、まあ一回一緒にこう入れましたよね、はい、うん、はい、でもあの時ははい、ガッキーさんは日本のお経を読まれたんですよね。あ、日本っていうか、でもブッダンサラナムガッチャみたいな、あれサンスクリットのやつだから、あ、はい、そっかそっかそっか、あれ、うんうん、ちょっと、うん、ミステリアスな感じですよね、いつも、ね、うん、その、うん、ミステリアスというのは変な言い方かもしれないですけど、でもなんかその音自体がね、すごく、うん、そうだから、どっちかっていうとこう、うん、なんかこう見ろ見ろこんなスキルがあるぜとかっていう、うん、もうかっこいいっていうよりはもっとなんかシンプルにこう、うん、うん、そうですね、なんかシンプルな音だけどなんかこう、うん、なんだろう、面白いですね、とにかくね、うん、まあ、はい、合いますよね、うん、ああいや、そうですね、あ、合うなと思いましたよね、すごく、うん、だから、うん、なんかあれだったらお経をヒュッと入れても全然、うんうん、違和感なく入るんじゃないかなっていう感じがしましたよね、うんうんうん、そうですね、音的にもこう強烈なに響く音っていう感じじゃなく、こう声とこう生声とぴったりな感じ
のなりましたね。もしも時間があったら後でやって終わりましょうか。とかね。うん。素敵。あ、それもそれはそれ。仏教はそうやって、うん、じゃあ仏教自体も音楽っぽいですけど。ああ、そうですね。仏教と他になんか入ってきた歌っていうのがあるも。もうありますよね。はいはい。だから仏教音楽っていうか、やっぱりその仏教お経自体もありますけど、同時にそのまあお経の中とかにあげたりもしますが、はい、あの絵天楽とか。はい、あのよく雅楽の音楽あるじゃないですか。雅楽で入ってくるときに必ずするのは、はいはい、あの、絵天楽っていうやつで、その天を、天の音楽ですよね、うん。仏教と一緒に入ってきた音楽ではありますよね。中国の方の。はい、思い出した。五栄華っていうのもないですか。あ、五栄華もそうです。うん。だからそういう五栄華もありますね。うん。だから結構いろんなところで音楽的な要素はすごい多いですね。多くね。山の方からお経の、うん、声が聞こえてきて、それを聞いて、あの、仏教に帰依するようになったとか、そういう話も残ってるぐらいなんで、ああ、うん、六字雷山とかね、そういう雷山みたいなのがあるんですけど、何ですか、雷山って。何ですかって言って言われるとあれなんですけど、例えば音でも、あの、音楽みたいです。今やる、ちょっとだけやると、だから、なもししんきみょうらいさいほうという感じでバーッとついていくんですけど、なんかちょっと歌ってる感じでしょ、ここね。それでずっと最初から最後までそんな感じでいろんな音。それは何て言うんですか、ちょっと書いてみましょう。一応、照明になるんだと思います。照明か。だから、照明っていうのが、あのまあ、仏教、まあ、日本ではそういうふうに、ね、天台照明とか真言照明とか、うん、そういうのがいろいろ、ね、昔からのそういう歌いみたいな感じになってますね。例えば、うん、ある意味でこうね、仏さんと話をしてるとか仏様の声を届けてるっていうような感じのところがあるんだと思うんですよね。まあそのだから同じ音でもいろんなこう何て言うんだろう、雰囲気とかそういうのを作り出していくとは思うんですけどね。例えば、なんかこう、西洋音楽と東洋音楽ってちょっと感じが違いますよね。なんか、うん、西洋の方がこう、なんか高く上がるような部分多いのかな。あの、賛美歌で上の方ですよね。うん、で、仏教とかどちらかというと下っていうかね、あの地面をこう言っていくようなところがあるかなっていうのもありますけどね。雰囲気的にですよ。うん、面白いですね、その見解も。だから天に登っていくっていうか、仏教はどちらかというと座りますからね、立つんじゃなくて座ってこうやるので、なんか地面とか地球に近い感じはあるのかな。ああ、でもなんか、それってあれかも、なんか結構ハンブルなイメージがありますね。だからなんかこうちょっと謙虚にこう。うん、だから落ち着くっていう感じもあるでしょ、同時に。だから下に、こう地面に下がるっていうのがなんかこう落ち着いてくるっていうかね、呼吸を整えるときのなんか下の方に下がっていくじゃないですか、上にだんだん上がっていくんじゃなくて、心を落ち着けていく。なんかね、スフィーのあれではね、上に上がっていくのはこう下からやっぱり天に向かって歌う感じで、上から下は天から下がってくるっていう感じのニュアンスもあるみたい。あとは、こう、塵の、自分たちをこう塵のこう自分たちを謙虚に言うために塵ってこう表現したりする時があるんですけど、はいはい、でそういう感じもしますね。だから地にこう地面にこうある塵みたいな、はあはあ、だから東洋音楽というか、まあ、仏教音楽とかなんかだったら、よく昔は5つの音でやってました、だからなんか西洋はドレミファソラシだから、7つですかね、そして、東洋の方は5つ、ね、これね、レミソラシかどうかわからないですけど、ね、適当に言うたんで、まあ、正確には昔は、そう、九小各地右っていう、まあ、この5つ、はい、これはまあ昔でちゃんとした言い方ですよ。だから、この九と小っていうのは同レみたいな感じなんですけど、レミでもいいですけど、ね。だからそれが一応、まあ、東洋的な音楽っていうので結構ね、あのマイナーコードなんですよね、 E マイナーみたいな感じ、そういう音になる。だからマイナーコードっていうのはどちらかというとこうね、暗いっていうよりはなんかこう落ち着くっていう感じなのかな。でちょっと一個関係ない話してもいいですか。はいはい、
私も子どもの時に、小学生の時に課題で詩にメロディーをつけろっていうのがあって、そして誰かが笑ったっていう詩に私がマイナーコードの曲をつけたんですよ。そして先生に怒られました。怒られたの？ そう。これは誰かが笑った歌だからね、メジャーだろうって言われて、でも私はマイナーだと思ったんだけどっていうのがありました。きっと私の血はマイナーなんだわってちょっと今ふマイと思ナーっコたみたいな。ーで、いや、あれも言い方あんまり、なんかマイナーってね、メジャーじゃないっていう感じで、ちょっと言い方は良くないような気がしますけど、なんとなく。でもまあでまもちょっと悲しい音になりますね。あ、悲しいというか、まあ落ち着いたって言った方がいいと思いますけど。だから、なんかもう一個のは、なんかこう手に上がっていくような、なんかジャンプしてるような感じですけど、こう、マイナーになるとちょっとこう、ね、しっとりとっていう感じもあるのと、同時に落ち着いたっていう雰囲気があるんじゃないかと思うんですけどね。例えば、これは、シナショニティスの、和さんとかでもよ、やっぱり出てくるんですね。5つの音章を出しつつ、9章はして次年なりっていうような感じで、和さんっていう歌の中にもそういうね、音が5つある。その中で、9章っていうのは、だから、レとミとかドとレっていうので、あれ2つ押すと結構、なんていう、不協和音になるんですけど、それが同時に、自然に和していく。だから調和していくっていうような。そういうような世界敵。を浄土って書いてありますけど、だからね、こう、人間社会だったらこうね、こう、不協和音ってなるとなんか嫌だなっていう感じになるのが、こう、同時に、こう、一つ一つの、ね、同時に出して不協和音であるはずなものが、こう、自然とこう調和していくっていうような世界。そういうのをね、なんか、いいなとか思ったりしてたんですね、昔思かいらまね。す。だから、ね、音っていうのは、そういった意味で、なんて言うんだろう。いや、音って、なんか面白いなと思うことよくありますね、やっぱりね。言葉って言ったら言葉を通してしかわからないっていうか、理解をする。日本語の人は、日本人の人は日本語だけとかなったりしますけど、やっぱり音っていうところになると、別に言葉言ってる意味はわからなくても、音楽のその節だけとか、そういうだけの、なんか、こう、響きっていうのがありますね。言葉も響きがあるじゃないですか。だからあれも一種の音ですよね、音って。なんかそれで、こう、なんて言うんだろう。こう響きによっていい感じになっていくこととか、こう、人を、なんでしょうね、だから音の、旋律とかそういうことで、こう、なんか違った雰囲気を作っていったりしていく。だからそういった意味で、そういったところは、ある意味で宗教っていうのは、もともとはやっぱり言葉を超えていくような世界っていうのもあるはずなんですね。悟りとかっていうのは言葉を超えるので、だからそれを、じゃあ、直に表すっていうのは音であったりするっていうことになるのかなっていうかね。そうですね。なんかあれもないでしたっけ、世界が最初に宇宙が生まれた時に最初に音があったって言いますよそね。れありました。そう、いあや、り知まらん。すね。そうなんだ。だから、ね、人間の世界をもっと超えていくような感じの音とか、それこそ宇宙の音とかね、そういう感じの世界とかね、そういうのが、こう、逆に、なんだろう、言葉っていうのは、こう、リミットしますけど、こう、ね、制限していくのを、こう、音が開いてくれるっていうな、そういうのが、なんか、ある意味で宗教とか音楽っていうのがやっぱり近くになっていくっていう世界なんだろうなと思うんですけどね。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたしまお願いす。しまそす。しそて、して、またね。もう皆さん、で、忘まれたないガようキに。さんには、腕の方の、肩の方の、情報もまたアップデートということで、よろしくお願いします。早く元気になってください。そうですね。あれ、長いことかかるので、1ヶ月間はあんまり何も変わらないと思いますので。わかりました。じゃあ、ご最予後の定ことをはど立こ行きて。ました？あります？せーの。ううまいまこいとこなっとてるなってから、るから、大大丈夫。丈夫。それじゃあ、Thank バイナー、you. サンキュー。Bye bye. バイナー、ありがとうバイごナーざいね。ました。こっちだ。間違えた。